では音の出し方からいきます。尺八をここの顎のところに当てるんですけど、これは強く当てなくても別にいいんですね。軽くずれない程度に当ててください。こういう感じで、私の場合この、上唇で、寸法を取りますけど、こう軽く当て、そしてこういう感じで、鳴らします。こういう感じですね。唇のところ分かりますでしょうか。ちょっと角度を変えます。ちょっと待って、では軽く顎に当てます。そして私の場合は上唇で、この当たりのところをちょっとサイズ寸法を取ります、ね、ではもう少しアップしてみます。でしょうか。ではちょっとまた角度を変えます。ではこの角度でいかがでしょうか。で実際はこのオツのロっていうのは音が出にくいんです。ですからどちらかというと全部穴を開けた状態で、吹くともっと最初のうちは音が出やすいなります。このような感じですね。全部穴を塞いでオツのロになります。では反対の角度からどうでしょうか。では高い角度から、ちょっと映してみます。では正面を向いて同じように映してみます。では角度を変えます。もっと変えます。どうでしょうか。なかなかこの吹き方というのは難しくて音が出るようになりませんが、あまり唇を絞りすぎなくてもいいと。だけどやっぱりこの、狙ったところに、できるだけ、息が吹きかかるようにですね。ここが歌口ですけども、歌口のこの内側と、外側にですね、だいたい半々ぐらいに息がかかるように、吹くのが理想的ではないかと、思っています。どちらかというとこの内側にたくさん空気が流れるようにした方が、いいかなと私の方は思っています。最初のうちはこうして片手で、これ左手で、持ってるんですけど、
ここの上の部分だけを持って軽くこう当てて、音が出るかどうか。結構簡単に音出るんですけど、この唇の離れ具合だとかよく観察してみてください。